はい、今回ですけども、エクスプレス買ってまだ1回も燃費ね測ってないんで、今日はちょっと満タン入れてみて、ちょっと満タン法で燃費どれぐらいかちょっと測ってみたいと思います。はい、はい、カードは見せれないんでね。あ、そっかカード読み取り中です。しばらくカードをお取りください。で、レギュラー入れます。レギュラー仕様なんで。ヤマトファミリーチャンネル、レギュラー満タン入れます。静電気除去シートに触れてから面で赤色のナズルで給油してください。さあ、何食べるかな。あ、いただきます。1万くらいいったもんね。まあでも空気じゃないからさ、4分の1残ったんかな、メーターでは。1万いくらいかな、8000とか、もしかしたらそれぐらいか、7000、8000くらいかもしれない。7000、8000か、結構するね。うん、でも単価133円で、前よりかはだいぶ下がったね。145円ぐらいじゃん。ワクワクどれぐらいか。あの車はだいたい100リッターぐらい入るから、タンクが。単純に考えて満タンでも100リッターで130、1万3000か、はい、タンクがでかいですね。じゃあ最後に見せろ。最後に見せるわ。途中からやめた。7000ぐらいからちょっとやめとくか。あった、6000か。さあ、どんだけいくかね。ここでお楽しみってことで、じゃあ皆さんいくらだと思いますか。チッ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 本当だ。びっくりした。びっくりした。結構いくわ。思ってたより。思ってたよりは結構入る。ガソリンが。金額給油量 81.15 リットル、金額17,93円。そうだった。まあこれぐらい。だから20リッターぐらいは余っとかみたいな。そういうことや。ということで、レギュラーリッターあたり133円で 81.15 リッター入りました。合計17,93円です。47,725キロマイルかな、どっちやろ。ちょっと後で調べてみます。どっちやろ。今ね、浦村パールロードの道通ってるんですけど、結構坂道で、ね、うねうね道路で、これが燃費にどう響くか、結構何キロもスーッとくねくねでこうアクセルグーッと踏んで登ってる感じやからね、
curious. When did you know you had feelings for me? Maybe somehow.鳥羽一郎さんやな、うん、やけどさあかかっとる音楽はめっちゃ洋楽なんやさっきからずっとすごい洋楽、うん、こっから富士山見えるらしいよ。本当に？うん、ほら見えんけど、まあ、ちょっと天気悪いでな、すごい、ほら真正面に、うん、富士山見えるらしい。よく目を凝らしてみると見えるかも。すごいよこの、わかるかなこれ、わかるかなこれ、この大自然、大自然わかるかなこのな、海の崖みたいな感じ。ということで鳥羽展望台行ってきました。ガソリン満タンに入れてちょっと減ったかなっていうぐらいのメモリですね。距離が 47,788 マイル、出発の時が、47,725 マイル。ちょっとまた後でね計算してみたいと思います。じゃあ今からガソリン入れます。ケンちゃんの予想は？いやー全然想像つかん。あでもな、キーオフにしたらちょっと下がった。あいいメモリ、うん。どれぐらい使ったやろ、15リッターぐらい使っとんかな。うん。エンジン切ったらちょっとメモリ下がった感じですね。うん、15リッターぐらいかな。もしかしたら今のを見ると。はい、うん、カード読み取り中です。しばらくお待ちの運転ボタンを押してください。レギュラー満タンね、うん、制限値除去シートに付いてから燃料のキャップを開け赤色のマグルを給油してください。レギュラー、うん、ゆっくり入れます。朝見た光景やねどんだけかな。同じガソリンスタンドだもんね、うん、同じ今日朝入れたとこと一緒のスタンドで入れてます、うん。まあ、10リッターってことはないわな。ちょっと今ドキッとしたね。止まったかと思った。あ、でも結構使っとるな。あ、止まった。あ、やっぱ15や。デデン。16。そうだね。大体想像通りの。あれな。本当だ。簡単入れた。カード読み取り中です。ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。キャップの閉め忘れにご注意の上、
15.97、 もうほぼ16リッター、うん、じゃあまた後でちょっと計算してみようか。帰ってはい、はい、なんで先がカメラを撮るね。ついてきたね。はい、ということで満タン入りました。また帰って計算してみたいと思います。よいしょ。じゃあ燃費計算。じゃあ満タンに入れて走ってきて。全部で 15.97 リッター使ったんね、うん、で出発前が47725、ちょっと計算するわ、帰ってきてあそこのガソリンスタンドで47798やったんね、うん、47798 マイル引くことの4725か、あ、ちゃう47725マイル引くと今回73マイル走った計算になるから、うん、73マイルかける1.6は 116.8 キロになります。で割ることの使った分のガソリンが 15.97 は 7.3。 おお、結構伸びたね。リッター 7.3 です。はい、リッター 7.3 っていう結果になりました。どうなんですか。いや、いいと思うよ。全然もっと悪いのはあるし、前の車のピックアップ、キャデラックのエスカレードピックアップはリッター多分あれ5、6ぐらいやったから、それよりいいかな。うん、リッター1違うだけでもさ 100リッター入るやん、このタンク。リッター1違うだけでも100キロ先に走れることになる。リッター2違うと200キロも走れるやん。だから1とか2っていう差でもすごい変わってくるから、だから 7.3 って言ったらアメ車の中ではまあいい方じゃない、うん、結構みんなリッター3とか4ぐらいなんやろって言われることあるけど、実際計算してみたら、そうそう、実際計算機を押してみたら、まあ、7.3 っていう結果でした。はい、はい、以上です。はい、バイバイ。バイバイ。